しさ。ごめんな、昨日は気づいてやれなくて。ほら、お前のその嫌悪症。俺鈍感だし、詳しいこととかよくわかんないけど、俺にできることがあったら言ってくれよ。ほら、部屋クラスが分かれても、俺たちそれだけでなくなっちゃうって、やっぱり寂しいじゃん。年下。それさ、俺匠のこと好きだから。いや、親友とかってよくわかんないけど、俺匠のこと大事だし、部屋が変わってもクラスが別になっても、それこそ卒業してもずっとずっと友達いたいし、てか、なんていうか。ありがとう、トシさん。この日、キーは見舞いに来なかった。眠れないのか。おい、ギー、起きろ。どうした？ぼーっとして。夢見てたんだ。すごい夢だった気がするんだけど、思い出せない。夢も結構だけど、421号室また揉めてるぜ。葉山と片倉が。片倉はともかく葉山の方が。部屋が真下の上級生組と適当に謝ってあしらっちゃえばいいものを。あの葉山が。あいつ何でもかんでも受けて立つからな。先輩方、あんまりしつこいと反撃させてもらいますよ。あの頃の匠は誰に対しても心を閉ざしていた。
まるで全てのものを拒絶するかのように。そんな絶望的な片思いがやがて報われる日が来るとは夢にも思っていなかった。だけどあの時確信した。これは運命なんだと。風が強くなってきた。そろそろ窓を閉めた方がいいんじゃないか。そうだね、そうしよっか。新入生のチビさんたち、無事入学式を終えたみたいだぞ。チビさんども予想通り相当浮き足立ってたみたいだぜ。ギーニ、葉山、昨日始業式を休んで一日寝込んでた割には顔色が悪いな。葉山、何？相当重症だな。そんなことないよ。今日はホームルームだけだし部屋で寝てた方がいいんじゃないか。大丈夫だって。ごまかせると思ってるのか。え？どこを触られたい？相当重症だな。
さっき待っててって言ったじゃん。そんなこと言ったっけ。言ったよ。言ってない。言った。言ってない。言ったよ。言ってない。言ったよ。言った。ちょっと、あなた葉山匠さん。そうだけど、お前らさ、先輩に対してその態度は何かな。一年坊主。何、葉山さんに触るなんて100億光年早いんだよ。それより葉山さん、体もう大丈夫ですか。うん。お前ら何様のつもりだよ。俺のパパに言えば、お前たちだって。君たちのパパが誰だろうと関係ない。指導の中には指導のルールがある。そうだよ、指導はな、年功序列が厳しいんだよ。よく覚えとけよ、一年坊主。なんだと。それとも実力講師のお好みか。いいよ、顔分かったから、お前行こうぜ。ざま見ろ、一年坊主。大丈夫か、葉山。うん、葉山さん、これであいつらもそう簡単にはちょっかいかけてきませんって。そうだな、犬のしつけと同じ、最初の一撃は肝心だ。ああ、葉山に下手にちょっかい出そうものなら、怖いのは佐紀義一じゃない、俺たちだってこと。葉山だけではなく、義にしろ誰にしろ、そう簡単に流用なんかさせるかよ。ありがとう、赤池くん、水くん、新居寺くん。葉山、お前大丈夫だよ。僕は大丈夫だよ。